度、秋田は16度、最高気温仙台は25度、秋田は21度の予想です。日曜日は太平洋側は大雨。データの保護期間などをめぐって大詰めの交渉が続いています。アメリカ南部のアトランタで行われている交渉参加12カ国による閣僚会合は日程を延長して3日目となり、大筋合意を目指して大詰めの交渉が続いています。 TPP を担当する天野経済再生担当大臣は日本時間の今日未明、TPP 政府対策本部の鶴岡主席交渉官らから各国の交渉状況などについて報告を受けました。閣僚による全体会合はこの後日本時間の午前中に開かれる見通しで、焦点となっているバイオ医薬品の開発データの保護期間や乳製品の関税の取り扱いなどで一致点を探るため、アメリカやオーストラリアなどの関係国が個別の交渉を断続的に続けています。交渉関係者によりますと、バイオ医薬品の開発データの保護期間をめぐっては12年を強く主張してきたアメリカのフロマン通商代表が複数の国の閣僚に対し実質的に8年にまで短くする条項案を示したということです。これに対しオーストラリアやチリなどは医薬品を利用しやすくするためさらに短くするよう求め、決着には至っていないということです。また日本政府の関係者によりますと、交渉参加12カ国の閣僚らが今回の会合の成果を発表する共同記者会見は日本時間の明日未明頃に開くよう調整が進んでいるということで、大筋合意を目指す交渉は正念場を迎えています。三重県伊勢市で18歳の女子高校生が殺害された事件。逮捕された男子高校生は交際していた別の女子高校生に対してスマートフォンの通信アプリで人を殺してやったという趣旨のメッセージを送った上で遺体とみられる写真を送っていたことが警察への取材で分かりました。警察はスマートフォンの通信履歴を詳しく解析し事件のいきさつを調べています。先月28日の夜、三重県伊勢市の山の上で松阪市の高校3年生羽田美宇さん18歳を包丁で刺して殺害したとして、警察は同級生の18歳の男子生徒を殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと男子生徒はこれまでの調べに対し女子高校生に頼まれて刺したと供述しているということです。その上で男子生徒は交際していた別の女子高校生に対してスマートフォンの通信アプリ LINE で人を殺してやったという趣旨のメッセージを送った上で遺体とみられる写真を送っていたことが警察への取材で新たに分かりました。その後 LINE を見たこの女